からの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに。ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだ、なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。嘘。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミー、ゾロー、ブルック、おい、ブルック。ゾロー、ナミー、ナミさん、ナミー、どこだ。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。
この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか。うん、よし、行こう。ナミたちいたか？いや、みんなどこ？ここ。おい、ウソップ、これ…しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したら、そいつを探しに島を探検だ！いや、待て、ルフィ！おい！ナミスワーン！この辺りには見当たる。無事でいてくれ。おーい！この辺り、みんな。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう。この辺本当か、チョッパー。ナミの匂いは俺たちよりさ。ナミさん、よし行くぞ。道がねえ。ルフィ、反対側だ。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。てめえら覚悟はできてんだろ。おら、エソップ様の出番で。そこをどけやがれ。コックにさ、マナーがなってねえの。うおっ、なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング！もっと、ま、俺。あいつら、海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。ジョッパ、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減って敵意はなさそうね。なんだ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え？パーティーテーブル、キックコース。
これで元気になるぞ。めまいが。しっしっし、まとめてぶん殴ればいいんだろ。ギアッセカンド。ジャンブプルミエールアッシュ。危ねえ。あのと、いや、こう。こっちで合ってんのか。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる。間違いない。ここを登るのかい。ナミさんはこの先。つかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いや、私を食べても美味しくないわよ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手だ。なんだ、またかよ。時計猿。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。任せな、俺が仕留めてやる。ジャンブプルミエールアッシュ。まだやれる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。私たちは進まなくちゃいけない。チエンフルールデルフィニウム。キャプテンウソップの一撃、覚悟しろ。
まったく、俺も強くなっちまったもんだぜ。俺はここまで。クソジ悪怪物コン。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩してる場合か。ナミ、てめえクソゴリラ、今すぐナミさん。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィング。サンダーランスクーポン。粋なことするじゃねえか。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。情けない姿を見せちまったな。ゴムゴムのジェットバザーカー。まずいわね、こいつ強いわ。任せて。どれどれ、これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルール、フリック。おいお前、おろしちまうぞ。コンカッス。このやつには負けねえ。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだ。スーパーナミさん、無事でよかった。お前じゃねえよクソケ。すげえな、ガラ
ラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうしたフランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさか、あれが海賊？こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ、フードバースター。あの男は島に着いたのか。間もなく。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいる。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるの。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でも女の子じゃあ島には。
冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？この岩、切るか。ここから島の…よし！点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。ディアブルジャンブ、トルミエールアッシュ。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーランスクンポ、気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。
ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。舐めないでね。こう見えてな、サンダーランステンポ。私たちの勝ちよ。よっしゃ、成長を実感。俺のこいつらが麦わらの一味か。なるほど。次から次へと、一体何だってんだ。いやの悪い野郎だ。どういうことだ。何を遊んでやがる。みんな下がってろ。ゴムゴムの。あれ、どうやんあんたたち。おかしいわね。私も乗る。こいつ強えな。おや、なんで私なのよ。いや、おいお前、今行く。やめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。
ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつは…ははは、親友、俺の名は数年前、何気に居ついて…リム？誰だ？そいつだ。なあ！あなたが触れた後に…ええ、でもあなたたち海賊なのは…この島は、船はすべて…嵐を乗り越えてくるのは海…なんだよ。だから私は近く手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるの。どういう仕組み？これは私の位置…つまりあなたはそ…そうよ。他にもキューブの持ち主の記憶の中…すげえな。お前も悪魔の実の能力者の…悪魔の実…知らないという…それで大丈夫。そうか。じゃあ…それしかなさ…よし。そのそ…え、あなた…さっきも話したが、血のつながりが…だから、新世界の外の世界…手始めに、その運が良ければ…危険がないだって?そうだ、飯。